マップが広すぎるゲーム。参戦エルダースクロールダガーフォール16万1600平方キロメートル。本作は1996年にリリースされた RPG ゲーム。1万5000以上もの町、都市、村、ダンジョンがあり、自由に探索することができます。30年前にリリースされたとは思えないスケールになっています。マインクラフト40億9600万平方キロメートル。無限だと思われがちなマイクラもマップの端は存在しています。普通に遊んでいればたどり着かないほどの広さで、通常プレイで向かおうとすると2500時間かかると言われています。ノーマンズスカイ317街平方キロメートル。マイクラの約8兆倍のマップの広さを誇る本作。このゲームを超えるゲームはなかなかないでしょう。マップすべてを巡ろうとすると最低5850億年かかってしまうようです。